皆様こんばんは。今日はパック中です。私の綺麗日記です。今日も前にパック紹介で紹介したパックを使ってます。ただいまの時刻が3時46分でございますね。3時46分です。で、これからちょっとお腹空いたんで夜食を食べていきたいと思います。で、最近夜食でハマってるのがタコライスなんですけど、鶏のひき肉を使ってタコライスを作っていきたいと思います。もうすぐこのネイルともお別れです。かわいい。で、この、パジャマはどこだっけ、韓国のスパオで買いました。ちょうどなんかいろいろ日本のキャラクターとコラボしてて、かわいい。ハジョンさんがモデルやっててめっちゃ可愛かったです。で、生地もモコモコなんだけど薄いので全然春先も使える感じです。で、あとネネちゃんとかクレヨンしんちゃんとか買いました。で、使うものはレタス、キャベツでもいいです。あと鶏ひき肉ですね。アボカドも、あとトマト。アボカドどこだ。まあでもここが見ての通り炊飯器を置いてるからめちゃめちゃ狭くて、炊飯器の置き場がなくて。乾杯。ちょっとお茶タイム。中国の白桃ウーロン茶、ホワイトティー飲んでます。美味しい。では、まず、ひき肉は普通にフライパンで炒めるだけなのでめっちゃ簡単。オリーブオイルとひき肉で炒めていきます。で、キッチンがね、めっちゃ汚くて申し訳ないんですけど、あさって業者の人呼んだんで、キッチンがちょっと綺麗になります。今ちょっとお見苦しいほど汚いんですけど、ご了承くださいませ。で、オリーブオイルを、まあ、ちょいと。鶏ひき肉は豆腐と混ぜたりしたら豆腐ハンバーグにもなるし、ヘルシーで美味しくて大好き。こんな感じ。ちょっと放置し、その間こっちではすいません、ここ汚いのでモザイクしますね。トマトを切っていきます。で、味付けは塩コショウと、ニンニクね。あとウスターソース。あと塩。アボカド。アボカドってさ、むくの大変じゃない？おー、綺麗に取れた。で、この種が私いつもね、うまく取れないんですよ。種をうまく取るコツ教えてください、皆さん。あ、ほら割れちゃうの。種ってどうしたら取れるの？難しい。なんかね、つるって取れる時が少ないんですよね、私買うアボカド。アボカド見る目ないんかな。じゃあアボカドも、で、腰しっかり温めていきます。あとはレタス。もうね、もうレタスはマジでちぎるだけでいい。本当に米の上にもうね、する役目なんで、まあ、適当にちぎる。本当に飾りなんで、それを今からちぎっとくっていう。だからほんと手際よくやればマジで一瞬で作れるから、時間ない方もぜひやってみてほしい。てな感じで米ができたので盛り付けていきます。本当はね、玄米なんですけど、今日は米を炊く時間がなかったので白米で失礼いたします。で、そしたら先ほどちぎったキャベツじゃない、レタスね。そうだ、レタスとキャベツいつも言い間違えちゃう。この上にお肉ちゃんたちを乗せていきます。
めちゃめちゃヘルシーで満足感、食べ応えたっぷりの、てかもう肉多すぎてさ、もう全然はい、タコライス感もいいんですけど、全然タコライスですね、これは。この上にさっきのアボカドとかポイポイってトマトとかね乗っけていって、探偵のタコライスはこんな感じでいつも食べてます。でアボカドないときは全然アボカドなしでやってますね。あ、でもアボカドがある方がね、なんかねテンション上がるんですよね。はい、っていう感じで盛り付け完了したので食べていきます。で、余ったアボカドはあった、なんかポキ丼とかにして食べます。完成。マジでリアル10分くらいあればできる。肉炒めるだけだもん。探偵丼飽きちゃってさ、まあこれかマジ探偵丼って感じ、食べるもの。本当に探偵丼はお米がなくなったら普通にそばとかうどんにもかけてます。お米がいるわ。ここお米のね特等席なんで、写真撮るときいつも大変なんですよ。米ちゃんちょっとどいて写真撮らせてもらって、米の写真撮りたいんじゃないんだママ。米じゃなくて、あ、そうそうそう、どいて。ね、米見えない。食べない食べない。美味しそう。スリスリすごいよ米が。という感じでタコライス完成です。という感じでタコライス完成しました。じゃん、じゃん、タコライス。サムネ食べていきます。いただきます。めっちゃいい匂い。この上にさ、パリパリがあればいいんだけど。最近ね、ポンイを見直してるんですよ。最近飲んでる、温泉水。なんかね、2年前くらいに YouTube かな ?TikTok かなで、なんかで載せたんですよ。この温泉水を。さ、めっちゃステマって言われたんだけどさ、今めっちゃ主流じゃない？普通にさ、コンビニでも売ってるしさ、コンビニとかで買えないものをインフルエンサーがステマするからさ。いただきまーす。めっちゃ美味しい。鶏ひき肉で作る方がね、美味しいですね。めちゃめちゃ大好きなんですよ、これ。ヘルシーだし、もう本当に、おすすめすぎる。最高。お米らしく可愛すぎん。今 YouTube 編集してて、韓国の。韓国の YouTube マジで2本くらい溜まっちゃってる。最高。なんだかんだ自分で作るご飯がさ、美味しいわ。うん、それでは皆さん、本日も動画見ていただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではバイバイ。遠い見ます。